ああ、こんな感じ。傷薬を持ってきたようだな。レント、これを使え。やれやれ、助かったぜ。ありがてえ。大して強い薬でもないと思うけど、そんな大怪我でもないだろうし、なんとかなるんじゃないかな。しかし、傷薬を持ってくると言ってすぐに調合をするようになるあたり、錬金術師っぽくなってきたな。そうかな。まったくだ、頼りになるぜ。そうか、それならちょっとくらい自慢しちゃってもいいかな。でもこんな話できるのはレントとタオ以外だとクラウディアくらいか。うん、いらっしゃい。イライザ、お茶とお菓子用意してあるよ。本当？ありがとう。って今日はそれ目当てで来たんだよね。さあどうぞ召し上がれ。クラウディアンちのお茶とお菓子って本当美味しいね。そう？お茶はいい派かもしれないけど、このクッキーは私が焼いたんだよ。へえ、すごいな。私そういうの全然ダメでさ、クラウディアのこと尊敬しちゃうよ。私よりライザたちの方がずっとすごいよ。あれからもみんな頑張ってるんでしょ。まあね、レントもタオもそれぞれ理由があるからがむしゃらに突っ走ってるよ。ライザも錬金術を？うん、だんだん調合のコツが分かってきた気がしてさ、もうどっぷりハマっちゃってる。へえ。最初の時はレントとタオにも来てもらってるけど、遠出するのもすっかり慣れてきたみたい。いいなあ。ん？私もみんなと冒険に行ってみたい。あー、そうだね。私たちがクラウディアを守れるくらい強くなったら、クラウディアのお父さんに相談してみようか。本当？ありがとう。約束だよライザ。うん、約束ね。
ザー、お客様よ。バレンツのお嬢さん。はーい、上がってもらって。お母さん、クラウディアにだけ態度が違うんだよね。失礼します。こんにちは、ライザ。いらっしゃい、クラウディア。本当に何にもないけど、ゆっくりしていって。ありがとう。今は一人？うん、レントもタオも用事があるみたい。あ、それフルートの、どうしたの？実は、その、みんなの、勇気、で、え、何？ごめん！ちょっと深呼吸するね！よし。え、何？どういうこと？ライザ一人が相手なら勇気を出せると思って聞いてほしいの。その私のフルート。フルート聞く？あ、聞かせてくれるの？私に？みんなが頑張ってるって聞いて私も考えたの。うん、違う、羨ましくなったのかも。クラウディア、どうかな？いいよ、もちろん大歓迎。あ、でも私、音楽とかそういう教養っぽいのわからないけど。そんなこと関係ないよ。ただ聞いてくれるだけでいいの。わかった。それじゃあよろしくお願いします。はい、行きます。音楽のことはわからないけど、綺麗な音。どうもありがとうございました。すごく、すごく綺麗な音だった、クラウディア。なんていうか、とにかくすごく綺麗。ありがとう。私もすごく嬉しい、ライザ。勇気を出してよかった。それじゃあ私戻るね。今日はフルートを聴いてもらうためだけに来たから。うん、また聞かせてね。そんなに照れなくていいのに。ライザ、いい加減農作業手伝ってちょうだい。だから今は錬金術の研究で手が離せないって言ってるでしょ。またそれかい。わけわかんないものに熱あげて農作業をおろそかにするなんて母さん許さないからね。わけわかんないものって何よ。変な道具使って変なこと始めたって方々で噂になってるわよ。まったく。なんでそこで全くなんて感想になんのさ。言うならすごいわねでしょ。いつも見たくレントやタオと遊ぶだけならまだしも、今度はバレンツのお嬢さんまで巻き込んで。
何よ、お母さんは何にも知らないくせに。錬金術は遊びなんかじゃない。あ、ライザ、本当に性のない子だよ。って、錬金術のことを変とか遊びとかお母さんがさ、みんなもひどいと思わない？いろいろ頑張ってるつもりだったけど、ミオさんだけじゃないな。村の連中の認識もその程度なんだろう。島にこもりっきりな大人たちの頭の固さは筋金入りってことだよ。まあ分かってたけどさ。新しいことは何でもうさんくさく感じるわけだ。新しい商売を始めるモイッツさんがマジに見えるぜ。とにかくこんなガミガミ言われる環境じゃ調合に集中できないわけ。そこで私に一つとんでもなく素晴らしい名案があるのです。名案？はいはい、伺いましょうか。錬金術師殿、何なんでしょうかね、その名案ってのは。その反応、後悔させてあげるわ。名案とは、私たちだけの秘密の隠れ家を作るよ。なるほど、出入りするだけでガミガミ言われる実家の屋根裏から本拠地を移しちゃうわけか。本当に名案じゃねえか、驚いたぜ。何よその褒め方。すごく素敵な案だと思うよライザ。私たち、私たちの隠れ家だもんね。そう、私たちだけのね。でもアンペルさんとリラさんには教えときたいかも。まあ、あの二人も仲間みたいなもんだしな。それで、隠れ家を作る場所に心当たりはあるのか？もちろん、照妖精の森にある広場がいいと思うんだ。あそこなら魔物も入ってこないし。対岸。でも村の人にはまず見つからないね。湖に面してて土台もある。これは確かに名案かも。でしょ？もっと私を褒めなさい。すごいよライザ、自分たちだけで家を建てるなんて、そんな難しそうなこと私じゃ絶対に思いつけないし。うんうん、私はすごくて発想も。家を建てる？え？おい、ライザー、そういえば隠れ家って家が必要だったかな？かな？じゃねえ。たく、気分だけでも盛り上がった俺らがバカみたいじゃねえか。そこはそれ、錬金術でパパーッと立てるってわけにはいかない？なんで僕らに聞くのさ。錬金術師はライザでしょ。アンペルさんに相談してみたらどうかな。何かヒントをくれるかも。そうだね、うん、そうしよう。どうしようかな。
やあ。違うよ。なるほど。
どうしようかな。